失礼ですけど、こんなど田舎の医者から教わることはありませんので、くれぐれも私の邪魔だけはしないでくださいね。そうそう、よかったら私のオペの助手についてくださいよ。レベルの差は一目瞭然だと思いますので。え？私にとってここは踏み台でしかないので。田舎の病院に転勤してきたばかりの美人エリート医師が先輩として挨拶をした俺に突然暴言を吐き出した。あまりの暴言に一瞬唖然とする俺。田舎の医者で何が悪いというのか、俺には俺の考えがあってここまで頑張ってきた。初対面の女にここまで馬鹿にされる筋合いはない。その後も彼女は自分の知識と技術をひけらかし、病院内で我が物顔で振る舞っていた。だがある日、治療困難な患者が急患で運ばれてきた。難しい手術が必要な患者に自分の手に負えないと悟った女医は、私には無理よ、と患者の受け入れを拒否しようとする。俺がそのオペの執刀をします。俺が手術室に行くと、女医は膝から崩れ落ち、衝撃の事実を知ることとなった。周りを見れば、田んぼと畑ばかり。そんな田舎の総合病院で、俺、田坂良一は外科医として働いている。もう45歳を過ぎた立派なおじさんだが、こんな俺にも患者さんは気さくに話しかけてくれる。先生、もうそろそろ可愛い嫁さんは見つかったかい？いやあ、そんな簡単に見つかったら苦労しないですよ。受け持ち患者のいる大部屋へ診察に行くと、患者さんたちが次々と声をかけてくる。なら、今度うちの孫を紹介するよ。何言ってんのさ、あんたの子供はまだ小学生でしょ？先生にはうちの姪っ子を紹介するのだからね。ダメダメ、先生にはうちの親戚の娘の方が似合ってるよ。今日も世話好きの患者さんたちがふざけて俺に女性を紹介しようとする。特に受け持ちの斉藤さんは俺を見ると嫁さんを紹介しようとする気のいいおばあさんだ。あらあら、田坂先生のお嫁さんは私が認めた女性じゃなきゃダメだって知らなかった？年配の患者さんたちに混じってそういうのは看護師たちからは鬼と恐れられている看護師長だった。市長も言うね。この病院の看護師はみんな既婚者じゃないか。こんな田舎町じゃ未婚の若い子なんてそんなにいやしないよ。市長に負けじと突っ込むとみんな揃って笑う。病室の中がまるで一家団らんの今にでもいるように和やかな雰囲気に包まれた。俺は日々繰り返されるこんな何気ないやりとりが好きだった。そういえば田坂先生、今度新しい先生が見えるって聞きましたか？さっきまで一緒に笑っていた市長が突然切り出した。え？こんな中途半端な時期に移動？そうなんですよ。なんでも東京の病院では若くて綺麗で優秀だって有名な女医さんらしいですよ。楽しみですね。そうか？時期外れの移動ってなんかあるんじゃないの？そっちの方が気になるな。若くて綺麗な女医さんと聞いて、刺激の少ない田舎町で暮らしているせいか、確かに気にはなる。せめて常識的な人が来てくれればいいなと、俺は気楽に考えていた。だが、そんな俺の期待は、彼女が赴任して、わずか数分で打ち砕かれることになった。はじめまして。今日からこちらに勤務する、三枝と言います。東京の大学病院で、循環器外科を専攻してました。アメリカで先端医療も学びました。こんなど田舎に来たのは正直不本意ですが、どんな病院であっても
最善の医療が提供できるように頑張ります。はじめの挨拶から田舎の病院を馬鹿にするような発言。確かにどこの女優かと疑うほどの美人ではあるが、これはない。加えて腰に手を当て、斜め45度から人を見下すような態度をした彼女に、市長をはじめとした看護師たちの視線が冷ややかなものになる。さすがにちょっとまずいと思ったので、俺が声を発した。俺は医師の田坂です。この病院に勤務してもう10年目になります。何かわからないことがあったら教えますので、何でも聞いてください。すると、何らかの地雷を踏んだのか、急に彼女が俺を睨みつける。はあ、失礼ですけど、こんなど田舎の医者から教わることはありませんので、くれぐれも私の邪魔だけはしないでくださいね。そうそう、よかったら私のオペの助手についてくださいよ。レベルの差は一目瞭然だと思いますけどね。え？私にとってここは踏み台でしかないので。見下した態度で俺を侮辱する彼女。まるで虫けらでも見るような目で俺を見る。あまりの暴言に一瞬唖然とする俺。ナースステーション内にいた誰もが俺同様驚いて口をポカンと開けている。これはとんでもない事故物件が転勤してきたと誰もが内心を持っていた。だが、たとえどんな人物であっても、医者は医者。留学までして学んだだけあって、患者の治療は手慣れたものだった。看護師への指示出しも正確で細かい。手際の良い仕事のさばき方には素直に感心した。ただ、彼女の場合、人とのコミュニケーションの取り方がとにかくひどかった。スタッフにも患者にも上から目線。どうすればこんなわがまま女が出来上がるのか、正直彼女の親の顔が見てみたいと思う。最近は患者からも、主治医を三枝先生から変えてくれ、あの先生は冷たくて嫌だという声が上がるようになっていた。ある日、年配のベテラン看護師が俺のところに泣きついてきた。先生、三枝先生ってどうにかなりませんか？ん？どうしたんだ？また何かあったのか？聞けば、昨夜の夜勤で、ベテラン看護師と例の三枝先生が同じ当直だったらしい。巡視の際、認知症の患者さんが部屋にいないことに気づいた看護師は、焦って病院の中を探して回った。すると、その患者さんは、家に帰ろうとして玄関近くのロビーでうずくまっていたという。認知症の患者さんの対応に慣れていたベテラン看護師は患者の話を聞き、上手になだめて部屋へ戻した。患者さんは親身になって話を聞いてくれた看護師にお礼を言い、その後は穏やかに過ごしたという。しかしその患者に思いのほか時間を取られてしまったため、その後の点滴や処置の時間が少し遅れてしまった。ちょうど処置の時間に合わせて病棟を訪れていた三枝先生が、時間になっても処置室に来なかったベテラン看護師を捕まえて思い切り怒鳴りつけた。時間通りに指示を遂行するのが基本でしょ？そんなことも田舎の看護師はできないの？信じられないほど低レベルね。ベテラン看護師は理不尽な叱責に腹を立てながらも、確かに時間が遅れたのはいけないことだと思い、素直に謝罪した。何でもかんでも謝れば済むと思ってるの？反省だけなら猿でもできるのよ。あら、ごめんなさい。あなたたちは猿以下だったわね。そのセリフにカチンときた看護師は、どうして処置の時間に遅れてしまったのかを彼女に伝える。すると今度はこう言ったのだ。認知症の患者の話を聞くなんて時間の無駄よ。ちゃんと寝かせときなさい。そんなこともできないの？
そんなこともできないなら看護師なんてやめなさいよ。その言葉にナースステーションの空気が一気に変わった。彼女が看護師全員を敵に回した瞬間だった。病院は昼夜関係なく忙しい。特に夜勤帯は少ないスタッフでたくさんの患者さんを見なければならない。医師も看護師も協力して患者のケアに当たっている。当然ながらみんなのチームワークが重要になるのだ。誰もがそれを暗黙の了解として手を取り合っているのに、彼女はその暗黙の掟を破ったことになる。三枝先生、ちょっと言葉が過ぎませんか？みんな必死にやってるんですよ。俺が一言そう言うと、三枝先生の攻撃は一気に俺へと向かった。はあ？オペもろくにできない田舎の医師風情が何偉そうなこと言ってんの？あなた、私に意見できるレベルなわけ？田舎だろうと、私が来たからには最高の医療を提供したいのよ。何の向上心もないおじさんは黙っててくれる？その暴言を聞いて黙っていなかったのは、そばにいた市長だった。三枝先生、お言葉ですが、田坂先生はあなたなんかよりよっぽど。市長、いいんです。ほら、スタッフが待ってますよ。パパッと仕事しちゃいましょう。俺が明るく言い放つと、市長は三枝先生を睨んだ後、言いたいことをぐっとこらえて仕事に戻った。その騒動を見ていた看護師たちも、憤りを抑えて仕事に戻る。そして、そこから、看護師たちの反撃が始まった。看護師を敵に回してはいけない。いつか先輩医師がそんなことをつぶやいていたが、俺は今その事実を目の当たりにしている。三枝先生に対し看護師たちは接触を徹底して避けた。ねえ、これ準備してくれる？今無理です。あ、じゃあそこのあなた、オペ出し行ってきまーす。処置の準備を頼もうとしても、何かを聞こうとしても、今忙しいのでと素通りされる。ある意味、看護師による局所的業務のボイコットだ。もちろん、患者さんに実害は出していない。自業自得と言ってしまえばそれまでだが、今まで看護師がしてくれていた仕事を、今度は、三枝先生自らが行わなければならない。当然その分時間はかかるし、手間も増える。彼女はプライドが高いので、決して弱音は吐かなかったが、業務量が増えてしまい、日に日に疲れているのが目に見えるようになった。今ではもう、あの毒舌を吐く元気もないらしい。ねえ、市長、そろそろ許してやったら？俺が市長にそう尋ねると、市長は困ったように苦笑いする。別に、私が好き好んでいじめてるわけじゃないんですよ。スタッフが三枝先生をとことん嫌っちゃってて。そこをなんとか取りなしてくれないかな。そうですね。このままじゃ私もまずいかなって思ってたところです。一度みんなと話してみます。そうか。ありがとう。三枝先生と看護師たちの冷え込んだ関係を修正しようとしていた矢先だった。一人で意地を張っていた三枝先生が、あろうことか、処置中に倒れてしまったのだ。目の前で真っ青な顔で気を失う彼女を、当直室のベッドへと運び、そこで診察をしながら、点滴などの処置をする。診察の際に、少しだけ開けたシャツの下から胸元に大きな手術痕が残っているのが見えた。診察結果は過労と貧血、そして明らかな睡眠不足。どうしてここまで突っ走るのか、まるで何かに追われているような切羽詰まった彼女の言動。自分や周囲に対する横柄な物言いも、誰のことも認めようとしない頑なな態度も、その裏には何か理由があるのではないかと思わせた。
間もなく意識を取り戻した彼女に俺は伝えた。明らかな疲労による貧血と睡眠不足だね。念のためにビタミン剤と鉄剤入れといたよ。大丈夫？という声かけをあえてしなかったのは、なんとなくその一言が彼女のプライドを傷つけるような気がしたからだ。強い雨風に傘も持たずに突っ込んでいくような彼女の働き方を見て、それがとても危ういものに感じてしまう。私、どのくらい寝てました？1時間ぐらいかな。そうですか。ご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした。急に潮らしくなってしまった彼女に驚きながらも、俺はさっきまで感じていたことを伝える。俺も医者になりたての頃は、よく寝不足で倒れたから、人のことは言えないんだけどさ。このままじゃ本当に体壊すよ。後で君が嫌がるかもしれないと思ったけど、一応診察させてもらった。時々不整脈が出てる。もともと心臓疾患を抱えてただろう。貧血や睡眠不足は心臓に負担をかけるって、君なら知ってるはずだろう。はい。別に責めてるわけじゃない。なんでそんなに焦ってるのかわからないけど、このまま突っ走っても逆効果だよ。看護師さんたちとのことだってそうだ。彼女たちもプロとして誇りを持って仕事をしてるんだから、きちんと話をして協力してもらえばいいんだよ。意地を張って体を壊しちゃったら、それこそ元も子もない。患者を治す前に医者が倒れてたら、救える命だって救えないだろう。本当にその通りだと思います。私、今まで一体何してたんだろう。すると彼女は何か付き物が落ちたかのように、ほろほろと涙をこぼしながら、ゆっくりと自分のことを話し出した。彼女は幼い頃、先天性の心疾患で動くこともままならない幼少期を過ごしていたという。手術をしても、助かる可能性はごくわずかで、体力のない子供の手術は特に敬遠され、なかなか彼女を受け入れてくれる病院は見つからなかったそうだ。自分はこのまま生き絶えてしまうのか。他の子供たちのように地面を走ることも、大声で笑うこともできないのか。一生ベッドの上で過ごさなければならないのか。どんな時も自分を気遣い、心配そうな顔ばかりしている両親をいつか安心させたかった。それができないのなら、いっそ自分なんていなくなった方がいいのかもしれない。幼いながらも彼女はずっと死と隣り合わせで生きていた。そんなある時、東京の大学病院の若い医師が彼女の治療がしたいと申し出てくれた。その医師は、いつも忙しそうに走り回っていたが、彼女の前ではいつもニコニコと楽しい話をし、彼女の不安を紛らわせてくれた。そしてベテラン医師でも難しいと言われる彼女の手術を見事に成功させたのだ。順調に回復した彼女はあっという間に元気になり、間もなく病院を退院した。以来、夢にまで見ていた普通の生活を送れるようになった。大好きな両親にも笑顔が戻った。生きていられることが、家族と笑顔で生活できることが、何よりも嬉しく幸せだったという。いつしか彼女は自分を救ってくれた医師のようになりたいと思うようになった。自分のように未来が見えずに苦しんでいる人を助けたいと思った。それから彼女は死に物狂いで勉強し、医師の資格を得た。だが、彼女を待ち受けていたのは厳しい現実だった。どんなに頑張って勉強しても、自分は憧れの医師の足元にも及ばなかった。医学業界での女性医師の立場は弱く、手に技術をつけるにはいつも高いハードルがあった。研究会に参加したくても、女のくせに
何を偉そうなこと言ってんだって、目当ての先生の研究室には入れてもらえませんでした。医局では、男の先輩からのセクハラなんて日常茶飯事でしたし。だから、希望してアメリカへ留学もしたんです。日本に帰ってきたら、それがもっとひどくなって、思い切って教授に相談したんですよ。そしたら、上司のセクハラを報告された教授は、お膝元で大きな騒ぎを起こしてほしくなかった。だから、力任せに、彼女をこの田舎に転勤させたのだという。甘い顔をしていたら、見下されてひどい目に遭う。そう学んだ彼女は、それ以来、きつい言葉と横柄な態度という鎧を、その身にまとうことにした。たとえどんな環境に置かれても、頑張ってあの医師のようになるんだと焦るあまり、自分を見失い、無茶ばかりしていたと涙を流した。そうか、そんな理由があったんだね。でも、無茶はおすすめできないな。三枝先生の治療をしてくれた先生は、君に無理をしてほしくて助けたわけじゃないだろう。もっと自分を大切にしなきゃ。自分を大切にできない人間には、患者の命も救えないよ。そうですね。私、なんか焦って空回りしてばっかりで。ああ、今考えたら、先生やみんなになんてひどいことを言ってたんだろう。まあ、確かになかなか強烈だったけどね。でもまあ、言い訳せずに素直に謝ってみたらいいんじゃない？それで本当に許してもらえるんでしょうか？実は、市長にも少しお願いしてるんだ。できれば、看護師たちと君の仲を少しでも取り持ってくれないかってね。私、市長にもあんなにひどいことを言ったのに、もう私土下座します。皆さんに許してもらうまで何度でも。それからの三枝先生は、まるで人が変わったようだった。ナースステーション前で、一息、大きく深呼吸をすると、大きな声で、謝罪をしだす。本当に今まで皆さんに失礼なことばかり言って申し訳ありませんでした。これからは失礼なことは絶対に言いません。皆さんのご協力がなければ私なんて何もできないって思い知りましたから。本当に本当にごめんなさい。彼女はナースステーションに入るなり、いきなり座り込んで床に頭をこすりつけた。これにはさすがの看護師たちも驚きを隠せないでいた。ほら、みんなも今まで冷たくしてごめんなさいって先生に謝るんでしょ？そう市長が言うと、ベテラン看護師たちも気まずそうに声をかける。まあ、私たちもかなり大人げなかったですし、ここはお互い様ってことで、ね。だから三枝先生も頭を上げてください。これから改めてよろしくお願いします。皆さん。感極まった彼女が泣き出すと、市長が子供をあやすように三枝先生の背中を撫でた。そんな光景を病棟の中の患者さんたちも優しく見守ってくれていた。ようやくこれで一安心。そう思っていた矢先に、またもトラブルが舞い込んだ。本来なら、こんな田舎の病院で処置できるはずもない重症の患者が運ばれてきたのだ。救急車で運ばれてきた患者は子供で、難病に指定されている心疾患を患っていた。おそらく、何らかの無理をしたのが原因で、心臓に負担がかかり、発作を起こしていた。一秒を争う状況だ。本来なら、今すぐに緊急手術をしなければならない。だが、その手術の難しさは、彼女が一番よく知っていた。なぜなら、彼女が今までずっと治療したくてもできなかった病気が、その子供の患っている病気と同じだったからだ。心臓の手術には、とにかくスピードと正確さが要求される。一時的にではあるが、体外に循環炉を確保し、心臓を止めた上で手術をしなければならない。
子供の心臓はその体に比例して小さく脆いため、手技がとても難しい。その上、手術が体に与える負担に耐えられないケースも多いのだ。無理です。とても私にできるような手術じゃない。でも先生、このままでは他へ搬送されるまで持ちません。無理よ、無理。私にはとても無理。怯えたように受け入れを拒否する三枝先生を安心させるように、俺はゆっくりと決意を込めて言った。俺がそのオペの執刀をします。え？いくら田坂先生でも、このオペは無理です。できるわけがない。じゃあ見捨てるのか？無理だろうが何だろうが、ほんの一握りの希望があるなら、掴むべきだろう。それに、俺にはこのオペを成功させる自信も技術もある。せっかくだから、君に田舎の医者の底力を見せてやるよ。そう言って、俺は早速、手術の準備に取り掛かった。市長がテキパキと他のスタッフに指示を出す中、三枝医師はその場でただ呆然と立ち尽くしていた。三枝先生、田坂先生なら大丈夫です。ああ見えて、手術をさせたら先生の右に出る者はいないんですよ。大船に乗ったつもりで先生のオペを手伝ってきてください。その言葉に彼女はようやく正気を取り戻す。だって、あの子の病気は、私の病気と同じなのよ。大学病院ですら難しくて、できるものは限られているのに、なぜ？そんな三枝先生の疑問を吹き飛ばすように、俺は手際よく手術を進めていく。その姿はいつもの俺からは想像もつかないものだ。そして、手術に入って約8時間後。俺は無事に手術を成功させた。後で市長に聞いた話では、急患の子供は、受け持ち患者の斉藤さんのお孫さんだった。斉藤さんに面会するために、帰省する途中、発作を起こして運ばれたらしい。俺は、斉藤さんが、孫の写真をいつも枕元に置いているのを知っていた。大事な孫の病気を心配し、自宅では近所のお地蔵さんにお参りをするのが日課だと言っていた。早く元気になって、また孫に会いたいと笑っていた。そんな斉藤さんのお孫さんを、偶然とはいえ無事に救うことができて、本当に良かったと俺は思った。手術を終えた後、三枝先生がすごい勢いで俺に話しかけてきた。先生、オペすごかったです。止血も、縫合も完璧で、動脈の処理も的確でした。あの難しい手技をこれだけ完璧にこなす医師は、今まで見たことがありません。先生は、一体どこでこの技術を身につけたんですか？別に隠すつもりはなかったんだけど、ここには、今まで難しい症例の患者はほとんど来なかったからね。実は俺も、何年か前までは東京の大学病院で心臓外科を専門にしてたんだ。え？東京の大学病院で心臓外科を？ああ、不思議と小さい頃から手先が器用でね。医局に入ってすぐにオペに入らせてもらったら偶然うまくいって、先輩たちからはやっかまれて目の敵にされてたよ。じゃあ、同じような症例を何度もオペしたってことですか？そりゃあもう両手じゃ足りないほどね。急に三枝先生の視線がそわそわと動き出す。何かを俺に聞こうとして止めてを繰り返す。あの、もしかして先生が前にいらした病院って X 医科大だったりしますか？え？そうだけど、どうして？私、三枝ルナです。覚えてませんか？先生と泣きながらアニメの主題歌を一緒に歌った、あのルナです。ああ、ルナちゃん？そうですよ。先生、
お会いしたかったです。驚いたことに、三枝先生が小さい頃に入院した病院は、俺が働いていた大学病院だった。詳しい話をしているうちに、偶然にも幼い彼女を執刀したのが俺だということが分かったらしい。大学病院時代の俺は働きすぎでガリガリに痩せていたから、今の俺を見て彼女が気づかなかったのも無理はない。世の中にこんな偶然があるのかと、俺も正直驚いた。X 医大で先生の話を聞いても、そんな医師はいないって言われて、私なりに随分探したんですが、全然見つからなくて、途中から諦めてました。ああ、それは多分あれだな。今の教授に俺はすごく嫌われているからな。どうして先生みたいに優秀な人が嫌われなきゃいけないんですか？絶対おかしいですよ。彼女の剣幕に苦笑しつつ、俺は少しだけ昔の話をする。実は俺の父親も医者だった。家族よりも患者の治療を優先するような医者の鏡のような人だった。父は当時大学病院で助教授だった今の教授に目をつけられ、離島の診療所へと左遷された。島の診療所でも患者のために奔走した父は結局過労が原因で亡くなってしまった。後で知り合いに聞いたんだが、父は先代の教授に認められていて、次の教授はお前だとまで言われていたらしい。それが現教授に睨まれた原因だな。だから俺は教授選とか派閥とかが大嫌いなんだ。そうだったんですね。でもさっき先生はここでもいろいろできるとおっしゃいましたよね。今も先生はここで何かやりたいことがあるんですか？俺がしたいことは何か。それは少しでも多くの人を救うこと。ただそれは俺一人が頑張ったからといってなせることではない。難しい治療や手術を一人でも多くの医者ができるようになれば、たくさんの人が助かるのではないか。なら、どんな医者でも難しい手術ができるようになればいい。それが俺の課題だった。実際の患者の体が 3D として映し出され、それに実際に触れられれば、医者は事前に患者の模型で手術のトレーニングができ、失敗率がぐんと下がる。俺はこの地方にある大きな画像診断の研究所と協力し、その技術の開発に力を入れている。それ、すごいです。絶対成功させるべきです。そしたら私がそのトレーニングを一番に受けたいです。あははは、それはいいかもしれないな。俺の夢に賛同してくれた三枝先生は、それから俺の知識や技術を吸収しようと、毎日俺の後ろをついて回るようになった。俺の行く先行く先に出没する彼女は、今や病院中で俺のストーカーだと言われている。旗から見ればストーカーかもしれないが、俺には親鳥を慕う雛鳥のように可愛く見えてしまうから不思議だ。彼女は俺への好意を表に出してくるが、下手をすれば娘ほど年が離れている女性に期待を抱くほど俺も馬鹿ではない。大部屋に入院していた斉藤さんは無事に退院し、今は孫と一緒に田舎暮らしを楽しんでいるようだ。月に一度は欠かさずに俺の外来に通ってくれている。先生、そろそろ可愛い嫁さん見つかったかい？もしまだなら。もう、斉藤さん、田坂先生に女性を紹介しようとするのはやめてくださいよ。あらまあ、三枝先生。あ、もしかして、そういうことですか？そうです。そういうことです。だから余計な手出しは無用です。そうかい、そうかい。とうとう田坂先生にもいい人ができたのかい。そりゃあよかった。
敬老会のみんなにも教えなきゃね。はは、斉藤さんも三枝先生も、おじさんをからかうのはやめてくださいよ。いえいえ先生、私は本気の本気、本気で先生の妻の座を狙ってます。え？それから2年後、俺が研究に参加していたプロジェクトが実用化され、医学教育は革新的な進歩を遂げることになった。医師の教育機関でもある大学病院は、こぞってシステムを採用したが、共同開発者として、俺の名前が掲載されていることを知った X 医科大だけは採用を見送った。結果的に、X 医科大は優秀な人材を育てる中で、他の大学に大幅に遅れを取ることになる。受験率も大幅に下がることになり、その責任を取る形になったあの教授は、静かに大学から姿を消したという。俺はいつの間にか、三枝先生と一緒にいることが当たり前になり、熱烈なアピールを受け続け、とうとう結婚することになった。年の差婚ではあるが、素直で努力家な上に、美人の嫁さんができ、今はとても幸せだ。俺は人の命を救うために医者になったが、どんな世界にも綺麗事だけではやっていけない歪みがあることを身をもって経験した。理不尽な上下関係であったり、圧倒的な利害関係であったり、時と場合によってその歪みは大きく姿を変える。そんな世の中に負けそうになり、幾度となく目標を見失いかけたが、結果的に今の俺は目標に近い場所に立てている。今は地域医療の活性化のため、妻と一緒に頑張っている。傍から見たら、俺は都会のエリート街道から外れた落ちこぼれに見えるかもしれない。だが、どんな環境に置かれていても、前に進む勇気と目標さえあれば、いつかはどうにかなるものである。それが近い将来なのか、はたまた数十年先なのかはわからない。ただ、コツコツと積み上げてきた努力は、いつか必ず自分の糧になる。俺はそう信じて、また一歩、明日へと踏み出していく。